こんばんは、山里と申します。さあ、皆さん、おしゃれしてますか？まあ、私が言うことでもないんですけどね。まあ、世の皆さんはね、やっぱおしゃれ、ファッション、こだわる人っていっぱいいるじゃないですか。かくいう山田さんはですね、どうかと言われるとですね、もうご覧の通りでございます。全くそういうの興味なくね、生きてきているわけでございますね。ファッションセンスのファの字もないというね、男なんでございますけどね。そうするとね、こう困ってくるのがね、まあ一人暮らしをしてるわけじゃないですか。ね、まあね、服をね、勝手に選んでくれるね、嫁さんがいるわけでもない。これで全部ね、自分でやらないといけないわけでございます。そうするとね、じゃあどうするのか、ね、この、金のね、金のねと言ってるこの山田さんがね、どうするのかというとですね、それは当然安さにね目が行くわけでございます。今目が行くって言いながらライトの位置を変えたんでね、カメラ目線するとめちゃくちゃ眩しいのね。ちょうど真後ろのあたりにしたのね、真横のあたりにしたんで、多分これで影はね消えたと思うんですけどね。まあいいや、どうせ前後してると思いますんで、ね、ヘアドリのやつもだいぶストックがありますからね。そんな話はいいんです。ってことでね、安さを求めるわけでございます。そうするとですね、まあ、四日市市民のね、ここからあるあるになると思いますけど、安い衣料品店といえばですね、これはですね、ツートップ、普通ならね、多分、皆さんがね、多分ね、世のね、一般的に YouTube を見てるような若い方だったらね、安めのところ、何々、ユニクロ、GU かな、GU とかね、ありますよね。それかあれか、島村かなとかってね、いう方もね、いらっしゃるかもしれません。甘いと。甘いすぎですね。そんなぐらいではね、このね、山田さんのね、とにかく安く、最低限切れればいいよ、っていうね、最低限、ね、職質とか受けない程度にね、着とればいいやというね、発想の人間でございますからね。まあ、なんなら昔はね、まあ、板シャツを着とるか、9割方以上は常に制服を着とったんで、まあ、24時間仕事してましたんでね、もうなんでずっと制服で、制服を3着用意しといてね、それをルーティンして着て、はい、また制服に着替えてって感じだったんでね、まあ、常に制服状態だったんでね、そもそもファッション悩むね、好きもなかったわけなんですけどね。まあ、最近はね、こうやってね、動画もね、ちゃんとね、撮るようになってきて、なんなら昔の動画なんてね、だいたい板シャツで撮ってたか？だいたい板シャツで撮ってて、さすがに制服で撮ってるやつはなかったと思うんですけどね。動画ないと思うんですよな。うん。っていう感じなんですよね。そんな状態でございますからね。なんだったっけ、どういう配慮にしていくんだったっけ、そう。だから、GU とかね、そういったね、一般の人がね、あ、これお得ね、安くてファッショナブルみたいなね、そんなね、ファッショナブルなんてね、もうね、かけらもいらないんです。いらないですって言うと、この後紹介するところがファッションセンスのかけらもないみたいに言いますけどね、正直言いますね、わかんないです。ファッションセンスかけらもないんで、いや、言って安いけど、これファッションセンスあるよねとか、そんなね、もう何もわからないんで、正直に言います。今から紹介する店が、実際ファッションセンスがあるかどうかわかりません。わかりませんよ。ということなんですけど、ただ一つだけ言えることがあります。めちゃくちゃ安いんです。ということでございます。で、大体そうするとね、じゃあ何なん、どこでやってるんですかね。まあ、島村もね、まあ結構安いところもありますけど、うちらがね、行くってなってくると、まあ、トライアルもね、確かに使うけど、あそこ意外、そう安いよね、とかってもあったりしますけどね。あと、ワークマンね。ワークマンは言うてね、その価格はね、めちゃくちゃベラボンに安いっていう感じなのかって言ったらね、ユニクロ GU とかと変わらんくらいかなっていう感じもするかもしれませんけど、まあ、丈夫ですからね。何せね、ワークマンはそういう意味でありがたい。あと、作業服、関連なんで、ポケットが多めについていたりとかね、そういったところとは結構機能性がね、しっかりとしているんでね、あと耐久性がしっかりとしてるっていう意味でね、ワークマンももちろん結構使わせてもらうわけでございます。そうすると、あと残ってくるのはどこかというと、そうですね、千草温泉となるわけでございます。でね、まあ、千草はね、多分ね、千草と温泉だと、知名度で言うと千草の方のが多分低いのかなと思います。というのは、千草って多分、四日市にしかないよね、あそこは。で、いうところなんですけど、四日市に1店舗か、桜にもあったっけ？私が行くのは西日野にあるね、店舗。もともと、街道沿いだった時はね、ずーっとそうやってました。にしてね、とにかく安いんですよ。
今着てるこいつとかがそうですね。履いてないよね。このジーパン。これジーパンっぽいけど、実はジーパンじゃないのかな。伸縮性が結構高くてあれなんですけどね。これがいくらだったっけな ?800 円、1000円は切ってました。800円かね、それぐらいで買えたんですよ。そういう感じのところです。あ、いいですか?これからの話は。いいですか?レトロジーンズとかだったらね、多分、うん十万円とかって話とかがね、出てきたりするね、万単位の話なんて出てくるじゃないですか。2、3桁違いますからね、靴のあたりね、覚悟しながら聞いてきてくださいね、っていうことでございます。ってことなんでね、こういった感じでね、そう、ちくささんも使うんですけどね、今回紹介させていただこうと思うのは、オンセントなんですね。さあ、オンセントってのはね、まあ、これはね、多分ね、安い服好きな人、だと、特に東海3県なのかなだと思うんですけどね、ちょっとね、調べてみていこうかなと思います。そのあたりも、オンセントっていうところがあってね、そこがね、とにかく安いんですよ。で、四日市だと日高にあるんですよね。金瀬の中に入っておって、まあ、金瀬なんでね、当然、昔からよく使ってるんで、あそこのオンセントは当初からあるよね。金瀬の日向店もね、結構実はテナントが変わってるんですよね。テナントってそんなあったっけってわかるかもしれませんけど、昔はね、フードコートあったんですよね。それこそその温泉との向かいのところにフードコートがあって、昔話したそのマクドナルド、ハンバーガー40個事件ね、があったのが、そこのマクドナルドでしたよ。そう。昔は、金瀬の、日永の金瀬に入ってたんですよ。この宮の店って今でも入ってるのかな?最近行けてないからですけど、昔はこの宮にも、マック入ってましたよね。とか、あんな感じでフードコートがあって、そこにマクドナルドと、あとなんかね、和風ラーメンのお店が昔入ってたよね。学生時代とかちょいちょいそこで食べてましたね、帰りに。ちょうど坂下ったところなんでね、高校の坂下ったところにあるんで、そこでね、金瀬寄ってっていうことはよくやってました。まあ朝もね、当時朝7時オープンとかでやっとったんで、たまに飲み物買いに行ったりすることもありました。朝ね、直前にシュッと行ってね、っていうようなこともあったりしたんで、まああそこの、まあ金瀬の中でも間違いなく断トツで、今も使ってますからね、日長の店が断トツで使ってるんですけど、そんなね、日長のところにある、今回やはりにするのはその青木作りだとかも入っとってね、メガネ屋さんが最初なかったんじゃなかったかな。で、なんかそこら辺がフードコートの店がどんどんって入っとったのが、なんかメガネ屋さんがあって、なんか保険の間で今保険のもらうってもあったっけ、っていうような感じであっちにね、人、なんかトイレに行き合っていくときとか、その温泉と行くときとか、ペットボトルをポイってするときは、そう、ペットボトルとかのところがちょっとだらっぺろいじゃないですか。あそこが、最近はこの温泉のさんがね、島を作ったりして進出してきてますけど、あそこにね、昔、ちょっとテーブルから並んどってね、ちょっと食うスペースがあったんですよね。まあ何せその広告が近いんでよくとか通ったなっていうイメージがあったりするところだったんですけどね。で、今日話していくのは温泉とですよということです。ダメだね。今日も調子悪いな。さあ、ということで、ね、温泉ととにかくね、どこが、何がすごいかっていうとね、まあとにかく安いです。で、なんかね、韓国系の、なんか、なんでもんとかから直輸入みたいな感じで安くしてますとかっていうのが多いんでね、今ね、あれ、どうなのかなと思って、この前にちょっと行ってみたんですけどね、いや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 、円安とかね、そんなのがね、どこ行ったんだってくらいに、ね、バカしいぐらいに安かったんでね、ちょっと今日はそれを紹介しようじゃないかというわけでございます。皆さん、どうですか?まあ、温泉で行ったことがある人だったらね、ある程度ね、価格の相場も分かってると思いますけどね、とにかくね、びっくりしちゃダメですよってくらい安いんでね。店舗はね、ただね、ここはね、その、ちくさと違ってね、そこそこあるはずなんですよ。ちょっと調べてみましょうか。さあ、やってきました。ホームページちょっと見てみましょうか。温泉の、このマークのね、ところで。なんか二つマークがありますけど、なんか、基本こっちの、なんかこっちが後からできてるお店なのかな?右側のマークは。うちが見かけるのはこの、ファッションプラザ温泉の文字ですね。パッて思いつくのは、四日市の日長やろ?日長と竹鼻に入ってましたっけ?端島の方にあって、竹鼻って言ってもらえる。金瀬竹鼻ってね。金瀬の竹鼻だったっ
けな、あのね、何個か金銭に入ってるんですよ。どれぐらいの規模なのかな、ちょっと、店舗はない、ちょうどホームページはね、見つけたんでね、じゃあ一緒にちょっと見てこうってわけなんですけども、こんな感じで、ありません、ね。店舗情報。2020年12月31日現在、50店舗結構あるね。関東は千葉に1店舗。ほうほうほう。で、ずらーっとあるんですね。四日市が、これが、金銭のところのやつでしょうね。で、あ、なるほどね、金、あ、出た。三重は近畿の方ね。そういうことね。はいはいはい。中部が静岡、愛知、岐阜で、はいはいはい、のパターンですね。そうそうそう。いつも悩まされるやつですね。で、あ、安とかにもあるんだ。どこにあるんだろうな。店舗案内で載ってるかな。100円台かかるから。イオンタウン、大垣の、ああ、そうか、大垣のイオンタウンとかにも入ってます。スーパー三振、関のね、三振ね。はい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 。あそことかね、ほずみ、平和堂のほずみ？平和堂ほずみ店よ、こう、平和、あれか、市役所からちょっとスーッと行ったところか。はい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 。に平和堂ありますよね、確か。うん。あそことかね、かかみがはら、うぬまなんだ。ああ、かかみがはら市ですもんね、うぬまも、そかそか。うん。とか、にあったりとか、あとは、どこにある？しびこね。我らが、しびこ。バレなかって言ってあれですけど。まあ、YouTube 界隈でも非常に有名なお店ですからね。ジャスコ岡崎しびこ店。ジャスコ。今、ジャスコ入ってないですよね。いや、もう、入ってない、入ってない。もう、ずいぶんと昔。ジャスコ四日市店よりも昔に潰れてるよね、ここ。うん。だよね。俺、全然、まだ、高校の高2か高3の時に、なして、うちのサークルができる時ぐらいに、四日市のジャスコが潰れて、その前だったんで、ああ、なんかどんどん、古い店がなくなってくるなって、思っとったら、ああ、四日市もついにかっていう感じの流れだったような気がするんで、だったと思うんですけど、今も、ああ、で、岡崎会、なんか違ったような、うん、ってことは、多分、その、ジャスコはもう、なくなってますけど、岡崎シビコね、シビコ。ていうか、ジャスコが入っててね、あの寂れ具合だったらね、やべえだって話なんですけど、だから、あそこと同じような感じです。四日市界隈だと、どこかな、星川の、サンリバーじゃない、星川にあの、何でしたっけ、サンバレーでしたっけ。じゃあ、サンバレーは通や。通がサンバレーで、川越がサンリバーやろ。サンシティか。サンシティね。あそこイオンが撤退して、今バローが入ってましたっけねってなってますけど。あんな感じかな。まあ、もしくは、ハンターね。鈴鹿のハンター。あそこもイオンが入ってたんですけど、ベルシティって言ってでっかいイオンができたんで、イオンが、撤退するような形で、今赤のレンが入っとったりとかしてね。あとスーパーサンシが入ってってところなんですけど、あそこはスーパーサンシがそもそも運営らしいですね。というかね、私、カヨウもね、ずっと、イオン、が、株式会社かよってなっとったはずなんで、イオンが、基本的に全般運営をしとって、で、テナントとして三種が入ってるっていう形だと思ってたんですけど、逆らしいですね。三種、基本的には三種管轄らしいですね。で、テナントとしてイオンが入ってますよっていう形らしいです。と、なんと、スーパーサンシさんの方からね、コメントでいただきまして、あ、そうなんやと、非公式アカウント、ツイッターで非公式アカウントっていう、まあ一応公式じゃないよってなってるんですけど、サンシのね、中の人が運営してるっていうので、ところが、この前、ちょうどね、これの前にやってた、なんだったっけ、クリスマスケーキとおせちの特集のね、やつで、なんとね、リプライしていただきましてね、というのでね、まさかそういうところに認知されてくんだな、というのをね、びっくりしながらなところではあるんですけどね、ということなんで、そういったね、ことがあるんですけど、ここの場合も似たような感じなのかな、多分共同運営会社みたいになっとって、当時なんで、火曜と同じぐらいの時期にできてるはずなんですよ、シビコって。
あ、今の家用の建て替え前ぐらいですよね。ちっちゃい時、うちがちっちゃい時にまで建て替え前の家用だったんで、そう。で、小学生ぐらいの時に建て替えたような感じの記憶ですよね。昔はね、今ちょうど、ペットショップはなくなったっけ？リサイクルセンターとかがある方の、あの辺りでなんかね、電車の、ちっちゃい電車を、あ、が、あの、ナローゲージ、もう本当のミニのね、9ミリ、あ、9インチ、9インチゲージって言うんでしたっけ？子供がね、またいで乗るような、やつですね。あれがコロコロコロって走っとったの、なんか乗ったな、みたいな記憶があるんで、ダイヤモンドクロッシングが実はあってね、8の字になっとって、ダイヤモンドクロッシングがあって、ガタガタガタってなるなっていう。なんかそんなので、文鳥がやたらおるってね、テナントがあってとか、そんなような記憶がすごくありますけどね。違う。家用の話じゃないの。今日は家用の競合店の、金銭で入っとる、温泉の話なんですよね。そうそうそう。っていうね、シビコで膨らめてすぎます。ね、そういうのがあったりします。もう言ってもシビコも全然いけてないな。ああ、久しぶりにちょっと一回行ってみたいけどね。さあ、だから、行っとった時は2013年とかそれぐらいから行ってないね。だよね。それぐらいから行ってないね。わあ、これやったらということで。ああ、そっか、国府宮のね、稲田の国府宮のね、ところにもありますよね。あれだよね。ここはね、ひながなお店みたいな感じと違って、店舗がちょっと分かれてね、入ってるんですよね。ふわっと離れたところになったりとか、あ、ナフコ木曽川のところね。ハローフーズ、ハローフーズ？ハローフーズってもうねえだろ？今、この宮になったはず。これ結構情報が、懐かしい情報も多いから、合ってるのかな？心配になってくるけど。よかった、そう、ひながらのところですね。おー、F1 マート2南って、あれ、高千穂小森って、まだ F1、まあ気にしないように。あ、そう、東印の金銭にも入ってたりするし。あ、そうそうそう、それこそそのサンシティに入ってるわ。ね、ここに書いてあるやん、サンシティってね。星川ショッピング、タウン、サンシティね。タウンなのかシティなのかね。はっきりしてよって言うと、感じもありますけど。ここはバローに変わってそのままサンシティのままなんでね、あったりすると思います。とか、安とか、結構西にも多いんですね。西陣とか、太秦にもあるんだ。へえ。あっちとか、八幡ね。八幡に、奈良は天理にあるの。天理ビルってどこ？天理ビルってどこ？ああ、駅前のすぐのところなんだ。へえ。変なところとかにあったりとか、あと貝塚もあるんだ。これ、コギですね。読めるようになりましたよ。コギの里、のコギですよね。144、シェルピア。貝塚駅があって、シェルピア、え、待てよ。待てよ。あそびは貝、これ、あれかな？行ったことあるところかな？144なんやろ？これで、小木町でしたっけ？小木町でしたっけ？エントランスのところが、なんかすごく吹き抜けで、あ、なんかちょっと西洋の駅みたいな感じの作りになっとった、あそこですね。丸中、万代でしたっけ？万代入ってるビルのところか。あそこですね、多分。だいぶね。あ、そっか、あそこ入ってたか。中入ってますね。ということですね。あそこにあったりとかもするらしいです。あれ行った時ですね。水間鉄道完全制覇の旅ね。に行った時のやつですね。待って、これが小木の里やな。あれ、これ小木町でしたっけ？あれ、小木じゃなかったっけ？あれ、ここ0001って何や？あ、いいね。小木町ね。あとね。あ、いや、さすがに行ったことあるところはね、大丈夫ですね。違うの。そうそうね。堺とかにもあるらしいですよ。
なんで今日簡単な5分くらいの動画でするつもりだったのに、まだ商品紹介してないんだから。こっから本題もとかね、で、東灘とかね、はい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 。向こう側にも、あ、向こう側にあるの？向こう側なんてね、どっちかというと、ちょっと、おしゃれな人が集まりそう。というか、向こう上のイメージが強いですからね。向こう側って呼ばれると。今はダメだ。あ、でも団地も、でっかい団地も近くにありますからね。あ、そのあたりもあるから、やっぱ、あるのか。で、和歌山にあったりとか、いろいろ急に九州にあんの？田川郡川崎町。田川って、確か、あれですよね、福岡芸人の、バイキングの小峠さんが確か田川郡じゃなかったっけ。バイキングの小峠さんだったか、バカリズムさんとか、あのあたりの方が確か田川の方でしたよね。っていうようなところが、あっちの方にポンとあったりするんですね。平府とか FC とか。池尻がある。はいはいはい。この辺り、実はポンとあるらしいです。田川市のこっち側ですね。はいはいはい。へえ、まあ当然ね、全然、行ったことのあるところではないんですけど。こんなところにね、広島、福岡も広いですからね。そう、福岡市がここでね。どこに行ってんの、俺。なんあ、博多半球に行ったわ。何時間で飛び地でここポンと行ってるんですよ。何しに行ったんやって言われた。あ、キャナルシティも行ってましたっていうところだったりするんですけど。違うの。今日は違うの。これ地域情報番組の方やの。総合チャンネルの、グダグダ二軍の雑談チャンネルじゃねえんだから。何だったっけ。で、そう。で、早速ね、どんなもんかなさ、どんな撮るかなと思ってね。さすがに円高の影響、あ、円安か。の影響で、ね、受けてるかなと思ってね、見に行ってみたわけですよ。そしたらね、びっくりするぐらい安いのがあったんですね。さあ、ってことで、まずはね、パンツね、これは何て言ったらいいの、まあ、綿パンですよね。いわゆる綿のパンツ。まあね、もうね、40のおっさんなんでね、こういう感じのね、やつで全然いいんですよ、ということでございます。これがね、洗濯もでき、家で、洗濯もできますよ、っていうやつなんですよね。で、まあまあまあ、確かに縫製とかはちょっと弱いのかなっていう感じがしますけど、どこ、一応ね、ちゃんと日本語のね、案内も、ほら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 、ほらほらって読める、こんな感じでね、ちゃんと日本語の案内も書いてあると、いうわけでございますね。で、こいつが、どこ製なのかな？メイド、イン、チャイナ？どこかな？メイドインチャイナですね。オスカージャパンの輸入ってなってますけど、ウエスト82なんで、ちょっと正直、今だとちょっとブカブカなんですけどね。まあまあ、ベルトすりゃなんとかなるかなっていうところなんですけど、そうそうそう。今までの感覚で買ってましたけど、ちょっとウエスト落ちたんでね、まあまあ、って言ってもそこまで大幅に変わってるわけじゃないですからね。違うの。でね、問題はね、これの価格なんですよ。これいくらだと思いますか？綿パンですよね。うん。うん。まあ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 、頻度は出してましたよね。二桁は違うよってね、いうような感じで言ってましたけど、はい、いくらだったのかっていうところでございますよ。まあ普通ならね、2000円切ってたら安いよねっていうような感じですよね。これね、まあ、まあ大体、トップバリューで4000円ぐらいとかかな。綿パンだと3000、4000円ぐらいかなっていうところでね。まあまあ、ユニクロとかでもそれぐらいでしょ。うん。ね、3000円切ったら安い、お値打ちって感じになってくるし。この手のね、パンツなんかでもね、高いやつでね、ちゃんとしたブランドのものだったらね、満タンに当然来ますからね。っていうところの中、なんとね、こいつね、じゃじゃん。あ、ちょうど値札に貼られてあるから、見えるかな。なんとね、500。うん。まあでも、500の場合って、ハーフサウザンドっていう、なんか、ハーフサウザンドとか、そういう感じで言う人の方が、なんか、英語って多いですよね。500っていう時は、1000の半分みたいな感じで。50万も、本当は50、50万だと、500サウザンド、ん？
500,000 とかになるの？なる感じかな？なんですけど、多分日本語的に訳すとそうなんですけど、だいたい英語で聞いてるとハーフミリオンっていうですね、ハーフミリオン、this city sells half million とかね、tolls half million、まあ到達したよ、50万枚突破したよっていうので、ハーフミリオンっていう言葉を使うことが多かったりします。なんか、これを見るハーフサーザーと。ハーフサーザーと。まあ、だってドル換算で言ったら今、円安だから、150円ぐらいで計算したら、4ドルいかないのって、4ドル切るよぐらいの感じ。まあまあまあ、感覚的には、だからアメリカ人の感覚で言ったら5ドルで買えるようなね、感じですよ。なんですよ。ね。大丈夫、ほんと。穴開いてないってね、心配になるぐらい安かったんですけどね。薄手ですけどね、ちゃんと、パンツなんでね。お、すごいすごいすごい、ということでございますね。切りがいいんでね、これ500円ありがたいですよってことでね、迷わず即決で買ってきましたよ、と。いうわけでございますね。いやー、ほんと安いですよね。500円ですよ。このクラスなんでね。これはありがたいですよね。ってことでね。こんなのとか。あとはね、まあ、これからの時期ね、寒くなってくるんでね。ジャージがね、必要になってくるじゃないですか。ってことで、ジャージも、ね、下だけですけどね、買っときました。上はね、そんなあれじゃないですけど、下の方はね、なかなか、やはり、私、激しく、外でね、耐久性を求められるような感じで使うんで、結構ね、ジャージがね、破けちゃうんですよね。2、3年使うとね、昔はね、ちゃんとしたやつやったらいいかなと思って買ってたんですけどね、正直やっぱワークマン以外だと破けてくるなっていうところがあったりするんで、そんな中ね、なかなか剛性もあるし、なんかこれね、裏起毛になってるんですよね。裏起毛でね、あ、これ冬場にいいやんと思ったんでね、買ってきましたけどね、こいつは、パンツ LL サイズなんでね、ちょっとでかいかなって気もするけど、まあまあまあ、部屋着メインで使うんだったら全然大丈夫でしょう。メイドインチャイナで、ね、そこはまあそうでメイドインチャイナではあるんですけど、なんとこいつに至ってはね、いくらだと思いますか、ジャージね。ブランド物だったらね、まあ何千円からね、万近くするようなやつとかもね、出てくるじゃないですか。そんな中でしょう。そうですね。300円なんですよ。えぐいっしょ。300っすよ。300円で、ほぼほぼこれ、生地代で300円止めてんじゃねえのって思うくらい。これで利益出んのって驚くぐらいの、ね、価格なんですけど、なんとこれね、300円なんですよ。しかもね、この2つね、税込みですからね。ですからこれ2つね、税込みで800円ですよ。ありえなくないですか？ってことなんでね、早速、今後のね、動画でね、まあ、ここでね、早速着てみたいと思いますっていうよりはね、もう裏希望とかであったかそうなんでね、そんな感じの、紹介にして、まあ、今後ね、ぼちぼちと着てきながら、ぼちぼちと、メインチャンネルとかでね、多分雑談とかで、いやー、こんな感じだわ、みたいなことを言いながらね、やっとくと思います。まあ、とにかくね、何せね、そのね、デザインがね、どうのこうのとか、そうなんだよ。でも、ちゃんとね、黒基調なんでね、正直ね、うち、気づきの方もいるかもしれませんけど、基本的に服黒なんですよ。これは、誰だったっけな、誰かに教えてもらったんですわ。まあ、とにかく、服屋さんに、じゃあ行ってみようみたいな、女友達の誰かだったと思うんですけど、服屋に行って、誰だっけな、友達っていうかあれか、バイト先のあれかな、同僚か誰かだったかな、誰かかな、なんか服屋、まあまあまあ、ちらーっと行くこともあるわけですよね、友達と、服屋に行って、まあ、ただ、見ても全然本当にピンと来ないわけでございますよ。うん、でね、まあまあまあ、それなりにね、おしゃれな、子からですよ。これしかし、じゃあおしゃれに決めようと思ってもどうにもならんと。何してそのファッションセンスの、かけらもねえ、と、ね、いうことで。
さあ、どうしたものかなってなって。で、その時にとりあえずね、教えてもらったのは、とりあえず、もうファッションセンスないという自覚があるんやったら、黒着ときゃなんとかなるよっていう、教えをこいまして。黒ベースでとりあえず着とけば、で、変な色、もう色入れなきゃ、なんとかなるって。最悪それでなんとかなるっていうので、その最悪の、教えられたやつを、踏襲してるっていうのはあります。色を入れた瞬間に、私もむちゃくちゃになっちゃうんで、っていうことなんで。なんでね、ちょうどこれもね、全部ね、グレー基調だったりするんだよね。まあ、こんな感じで、だから普段から着るっていうの、多分映ってるのね、見てもね、まあ、たまにジーパンでちょっと青系のジーパンが入ってるのかなっていうのがあるぐらい。まあ、綿パンでちょっと薄い白系のね、綿パンとかも持ってますけど、とかっていう感じなんで、実はそういうような感じで、対策をしてたりするんですけど、まあ、改善はされてませんよねっていうところなんですけど。まあ、この辺りもね、耐久性とかはね、後々ね、着ていかないとまだわからんところもありますんでね、その辺りとかも、しっかりとチェックしながらね、愛用していきたいと思います。何してね、2着で800円ですからね。ありがたい。ありがたい。これでね、人間的な生活、800円で人間的な生活を送れますから、しかも、裏起毛でちゃんとあったかそうなんでね、これは非常にありがたいなってことでね、まあ、僕はまあ、一度、下洗いだけしてね、また着てね、使っていきたいと思います。またね、着た時の感想とかをぼちぼちとやっていきたいなと思いますんで、とりあえずこういうのがある。とにかくね、安いは正義ですからね。ということで、こんな感じでね、またね、温泉路さんとかでもね、ちらっと寄らせてもらって、いいものあったらね、またいいものっていうのはね、私の場合のいいものっていうのは、とにかく安いもんでございますけどね。あちなみにね、マスク50枚入りとか、なぜかせんけどね、200円で売ってましたからね。それも買ったんで、それで1000円だったら、っていう感じですけどね。いやー、すごいですよね。まあ、それは、たぶん最高のやつがあってっていうことだと思いますけど、っていうような感じでね、なっておったりします。ということでございます。温泉のね、見どころ十分。そういった感じでね、ちょっと結構ね、気になるようなやつがね、貼ったあったりしますのでね。関西行った時にはね、ぜひね、温泉さんもね、寄ってみてはいかがでしょうかということでね、今週は、4つ目の方、以上でございます。こんな感じで、ちょっとね、おせちの季節が始まる前、おせちか。おせちじゃない、おせちはもう終わってんだ。なんだったっけ、あれ、これ。節分の、太巻きね、恵方巻き。恵方巻き特集でまた多分どっかのとやると思います。まあ、クリスマスケーキとかがあまりにも喋りすぎたんでね、あれほどはやらないと思いますけど、それに向けて、チラシ回収とかをするときに用に、ちょっとまた企画を考えたりとかっていうのがあったりするんで、それまではね、果たしてこれ毎週更新続くのか、正直、前回のね、まあ、企画でもうね、何、ネタを出し尽くしたんじゃないんですよ。収録時間を使いすぎました。収録と編集時間使いすぎた上にね、この後ね、本編をね、これの方が先に上がるのかな。年末年始のね、動画を見てもらったらね、本編の方のね、年末年始に入ってね、青いチャンネルの方のやつをね、うーんって見てってもらったらね、クレイジーな、ところがかつ、ただありますんでね。そのあたりも、そういうことだ。そりゃね、編集間に合わんわってね、いうのがね、なんとか分かってくるかなと思いますんでね。そのあたりもね、合わせてね、お楽しみいただければと思います。本当はね、もう、無知紹介とかね、バンバカできればいいんですけどね。これね、困ったことにね、まあね、私が何の仕事をしてるかは一応隠してるっていうことに、手になってるんでね。一応詳しくは言えないんですけどね。ちょっとね、大きい会社さんからプレスリリースが出ましてね、某半導体的なものでね、某減産的なね、話があってですね、寒い冬になりそうなんです。 っていうことでね、まあ、そんな感じなんで、ちょっとね、動画の方もちょっと気合で作っていかないとね、いけないなと思いながらね、というてもね、まあ、まだね、2023年に入ったら、正式な方針発表みたいな動画が上がるんで、そこでね、詳しくは出ると思います。青いチャンネルの方でね。そっちの方もまた見て、年明け見ていただいたらいいかなと思うんですけど、
まあ、そういうような感じでね、いろいろとちょっと策打ちながらやっていきたいなと思いますんでね。とりあえずの、ここからしばらくはちょっとこの雑談系のやつが、変な雑談系のやつが4つ目もちょっと続くと思いますけど、まあ、この今までやってるのもひどい雑談っちゃ雑談だったんですけどね。そんな感じでね、やっていきたいと思いますんでね、また今後トンゴの4つ目の方とね、アゴイチャンネル、スターステル、ソーポチャンネルの方とかもね、またチェックしていただければと思います。ということでね、この動画、これぐらいで締めさせていただきたいと思います。とにかくね、ライトが眩しいんだ。目が痛いな、これ。1というか、強さ考えないといけないの、目が痛いわ。とりあえず、ご視聴ありがとうございました。だから、あまりこっちが見えてないのね。メガネ見たらわかるでしょ。リングがね、できてるんでね。あ、でもね、普通の芸能界の人だったら、もっと強い光にね、バクンバクンバンバンってなんかやってるんですからね。すごいよね。目疲れるんだよね。まあ、これ始める前に8時間後で編集しとったってのもありますけどね。違う。閉めたんだから、切りますよ。いい加減切りますよ。36分だもん。ありがとうございました。